ビッグキッド3の、低電圧動作に関する回収ということを、実践してみたいと思います。マイクロチップ社から発行しております、ドキュメントの中で、低電圧動作で不具合があるというそれの、問題とそれとそれの対処方法が、書かれたドキュメントが公開されております。この中で、一番ベストな、電流制限の抵抗を3つ変えるその、方法をこれから実践します。まあ、まず本体ピックキットですね。ゼロオーム、電線の切れ端とか、そういうものを使っていただければ十分対応は可能です。さあ次は道具ですけれども、ハンダ固定、ハンダできれば細い方がいいですね。ピンセット、ソルダーウィック、マスキングテープ、これはよく模型屋さんで売っている、塗装用のマスキングテープでも何でも構わないです。紙です。洗浄剤、きれいにしたいという場合に使うものですので、必要なものでもないですね。あればいいかなっていう程度です。綿棒はそういう掃除用具の一つですね。これちょっと開けてみましょうか。開け方はですね、こうちょっと爪を入れると結構簡単に開いちゃうんですね。その場所を R26、これ一つ目、この R45、裏返して R43、これ三つ目ですね。この三つをですね、このゼロオーム抵抗に、交換すれば OK です。マスキングテープ、これで、貼れました。次にですね、ハンダをですね、この部分に当てて十分に、こうすると、ここにちょっとついてるんですけどね、これもう取っちゃいます。もうこれは再生利用するってことは普通あまりし、よっぽどのことがないしないので捨ててしまいます。ソルダーウィックで取ります。これで取れたかな。よし、取れました。まず一つ目が取れました。ここですね、R45。ここもこみってますね。ハンダはですね、外しやすいというんであれば、鉛ハンダ、有塩ハンダというものですね。昔から使っている。の方が、ハンダの濡れ方が、良いので、こういう外す時には非常に楽に外せます。どうしても今のご時世ですから、鉛フリーを使いたいという方もいらっしゃいますけれども、その点ハンダが溶けにくいとか、融点がちょっと高いですから、難易度が高いですね。これで、他のデバイスを保護するマスキング処理終わりました。ではここにハンダを盛ります。ちょっと多いかなって感じで、大丈夫ですね。少しなんか部品が動いたかなって言ったら、動いた、なんか取れたって感じ。取れました。ソルダーウィックの新しいところを使うので、ニッパーは必要ですね。
ここにボタンがあるので、まあよくやりがちなことなんですけども、外してる時にボタンをジュッとやっちゃったりするんですね。危ないところはみんなマスキングテープを貼ればですね、ある程度は、保護することができます。取りにくい場合はで、フラックス塗って、こうやって塗ってですね、で、ハンダ、結構早く取れちゃうんですね。同じように。ガガッと温めながらハンダを乗せてずらす。これも取れました。同じように掃除します。これで、余分なハンダは取れました。まあ、せっかくなので、フラックス洗浄剤使います。これでまあ終わりですね。こういう小さい部品に付けるにはですね、0.3 ミリのハンダを使う方が楽かなと思います。じゃあまあ裏から付けることにします。これをゼロオームの抵抗を使う分だけ取り出します。裏とか表は値が見える分こっちの方を表にして、つけた方がまあいいですね。片側の電極に、ハンダを盛ります。片側の電極にハンダを持ったらですね、これをどっちを盛るかは利き手の兼ね合いがあるので、まあ、それで決めてください。もう片方をね、ついたといえばついたんですけどね。魔法の薬フラックスプリント基板用フラックス、これ塗るとですね、よくハンダが馴染むんですよ。掃除しなきゃいけないけどね。これもう忘れないときはきれいにしとこう。この作業は省略できるので、これはまあただこだわってるだけですから、ね、機能としてはまあ掃除しなくてもそのまま交換で終わりです。裏面終わり、ゼロオームですね。はい。ブリッジとかないようなことを確認します。横から見て大丈夫かな。大丈夫ですね。はい、2つあと残り2つも同様にハンダ付けをします。片側だけにハンダを乗せて、抵抗を取り出し、ブリッジする危険がなければもうめくっても大丈夫です。はい、大丈夫ですね。まずはここね、よし、これでマスキングを外します。掃除をします。さっきのね、剥がしたところと、でまあ、伏見でやるにはこう綿棒でやりますけれども、まあ、仕事でやるには、キムワイパーとか、毛羽立たない、そういうものがあるんですね。そういったものを使う
なんか入ってんな。箇所、2箇所で3箇所、これで出来上がりました。ケースに組み込んで完成です。一度動作確認を行ってからお使いください。それでは。